今日はセブ島から船で40分ぐらい。一番人気のヒルプ岩島の浅瀬ダイビングの紹介です。それではご覧ください。熱帯スズメダイでしょうか。真っ先にエントリーして、待っている間に観察してみました。丸っこいサンゴを縄張りにしているみたいです。サンゴに入っているスリットが隠れ家になっているようです。他の魚が来たら、追い払います。あ、ちょうど今、スリットに入りましたよ。また、出てきました。こうやって身を守っているんですね。警戒を怠りません。不審者、いやいや不審魚の侵入は許しません。自分よりも大きい魚にもアタックしますね。生きるって大変だー。という感じで観察していたら、こんな浅いところに大きい魚を発見しました。これはローミンアジですよ。こんな浅いところに来るんですね。小さな魚たちからしたら、恐ろしいに違いない。うろうろしていますが、獲物を探しているのでしょうか。この辺では無敵なんでしょう。悠々と泳いでいます。王者の風格さえ感じられます。さて、そろそろみんながエントリーしたみたいです。それでは行きましょう。あれ、公園の雑草でも映しているんですか。青空が綺麗ですね。違います、公園じゃないですよ。魚が泳いでいるの見えますよね。間違いなく水の中です。そして、間違いなく海の中です。一見、雑草のように見えますが、海藻なんでしょうね。普通、地上の草は塩水かかると枯れちゃいますよ。この浅いところは5メーターぐらいなんですが、見ての通り、左側はストーンと落ちています。ドロップオフを楽しんだ後は、この浅瀬で安全停止する感じのダイビングなんですよ。そして、この浅瀬は生き物もたくさんいるんです。ヘラアユですね。名前通りヘラヘラ。いやいや、ゆらゆらしています。逃げる時も縦泳ぎなんだね。じっくり見ると、左側の岩やサンゴがある方は、ハナダイやスズメダイなどがいますね。華やかです。右側の海藻側はどうでしょうか。あまり魚いないのかな。そんなことはないようです。海藻の方も魚がたくさんいました。緑色の魚が多いみたいです。みんな保護色になっているんですね。そういうこともあってか、少し地味な感じでした。けど、これはこれで、海っぽくなくて面白いですよね。最後は桟橋の下です。当然、浅瀬。3メーターぐらいの深さです。安全停止が終わってから来る場所ですね。桟橋の下とか、ゴミが漂着して汚いイメージありましたが、ここは本当に綺麗です。ゴミ一つ見当たりません。関係者が定期的に清掃しているのかもしれませんね。ありがたい話です。カンカンなっています。何かいるようですね。何がいるんでしょう。行ってみましょう。何がいるかなー。何がいるかな。急げー。イワシの群れのようです。かなりの数です。見応えありそう。ところですが、カンカンと音がしています。そろそろ船に戻らなくてはいけないようです。と言いつつ、少し無視して楽しんでしまいました。さーて、戻りますか。みんなが待っていますね。と思ったら、もう一人粘っているダイバーがいました。そろそろ帰りましょう。皆さん待っていますね。皆さん、浅瀬も良かったでしょう。楽しかったですよ。